はい、Kチャンネルのお時間です。こことりあえず大阪に来てるんですけど、まあなんかあのリンダマンに憧れてる人がいるらしくて、はい、俺個人的にはめちゃめちゃ好きなんですけど、なんか俺とスパーリングがしたいみたいで、お、はい、もうだったらということで、はい、もう俺もいつかは倒さないといけない相手なので。体重ちゃうくんね。体重は違うんですけど、でもクローズってやっぱそうなんですよ。自分より圧倒的に強い人に挑むあの感じ、逆に燃えるんですよ俺は、はい、じゃあ今日は牧伊沢さんでーす。誰がリンダマンに憧れてるんだろう。あ、よろしくお願いします。お願いします。リンダマンに憧れたことねえぞ。記者会見の時のあのフードかぶってる姿はもうあれ、朝早くて寝癖のまんまだから。いやでもみんなあリンダマンリンダマンって言ってます。なんでなんだろうね、似てないよな。めちゃめちゃなんか確かに風格あるっすね。本当っすか。こんなヘラヘラしててリンダマンなのに。とりあえずあれっすね、僕今回ブレイキングダウン12、うん、休んだんですけど、一緒一緒、あのあれっすか、なんか対戦相手がやりたい人がいなかった。いなかった。あのなんか何でしたっけ、あのめっちゃパンチ、あウルス、ウルスあれできたでしょ。はい、絶対なんか組んだら面白い。いや1分であの身長差で多分お互いルールも違うし、はいはい、噛み合わなそう。あそう MMA だったら俺全然いつでもやるけど、なんもキックルールで2メートルとやって、なんか塩試合になる以外の想像ができない俺の中で。でなんかつまんない試合になるぐらいだったらやらん方がいいかな、はい、で金田一がやりたいと思ってんだったらやれば興味ないんだけど。そういう塗装みたいな。多分今その身長差でキックルールで試合を盛り上げるっていうスキルがないと思う。勝ち負けよりもそっちを考えちゃった。何でしょう、ウルスさんが多分じゃあ勝って13であのマキさんとやりたいですってなって、じゃあ MMA だったらいいですよってだったら、まあ、全然どうぞ。ああ、やりたいですってマジで。全然キックルールは本当にもうやる気にならんな。難しい。できない。まあでもそんな、しかも元 K1 選手に、確かに、ね、いやでもマキさんだキックルールきついなーと思う。まあでも俺もなんか今回はなんかレベルめちゃめちゃ上がってるんで、ブレイキングダウンもう練習しないといけないなと思って、そのだから休んだ。あ、雷神対抗戦に向けて。まあまあまあ、あ俺は全然喧嘩のテクニックしか知らない。まあなんか似たようなのを感じます。バックボーン一緒やもんね。そうです、喧嘩やもんな俺ら。当時のことを思い出します。当時のこと。俺龍が如くやった街のヤンキーが絡んできたみたいな感じでしょ。当時はやっぱ10に行っちゃってますもんね。はい、同じ東北なんで。そうなんですよ。あ、実はそうなんですね。もう隣の県なんです。俺山形なんで。名前は行かないんすか。いやでも有名っすよ。俺の2年前ぐらいからよう聞く名前やな。東北の方でもやっぱめっちゃ有名だもんね。もう少しで北関東までちょっと締める予定だったんですけど、そこまで行かなかったです。なんか北関東で慶之助ってやつが、あちょっとなんかそいつめちゃめちゃ強い。なんかエレクトリカルパレードみたいなバイク乗ってた人やろ。そう。あれディズニーになったら乗っててもね、絶対怒られないもんね、あれし。慶之助だけはちょっと倒せなくて、そこで、はい、あの足洗って、足洗って表舞台に立つ。年代全然違うくない？どうなんですか、ちょっとよくわからない。あれ40ぐらいでしょ。いや、あの人は2、3年前まで現役だったんですよ。その、あ、そうなの、はい、現役の暴走族やったんだ。いや、総長やった。怒られるよ。まあそんな感じで、まあ今日なんですけど、はい、早速スパーリング、はい、やりますか。やりたくて。でどういうルールなんですか。1分3ラウンドで1
1ラウンド目がボクシングで、2ラウンド目キックで、3ラウンド目が、何でもある、MMA、喧嘩はい、喧嘩MMA できるんすか。いや、初めてです。本当初めてです、はい、デビュー戦です。だって、ケノスケさんと仲いいのはやらされんかった。いや、やってないです、キックしか。本当、あら、デビュー戦です。1分でいいの。1分で MMA だけ2分とかにする。あ怖くないよ。じゃあ2分チョパンジで。イエーイ。チョパンジでこんな感じで OK です、はい、やりましょう。軽めで OK。 お願いします。体格差2期だって結構あるんですね。2期も気づいたんですけど、2期もごついんですけど、でかくなってない、マジで。マキさんもすごいごついっす。めっちゃごついっすよ。ごついっすね。デブなんだよ。いやいや、俺だ、同じ話してんね。ビールしか飲んでる。一緒一緒。酒飲みの。ここには夢が詰まってます。よく言う。いや、同じこと言ってました。絶対言うよね、この話。じゃあお願いします。何した。いや、わかんないですけど、何、なんか今ビギって言ったっすね。嘘やん。回した。回してみる。え、ストレッチした。ストレッチしましたよ。え、動けない。いや、え、したってですか。今痛いの。ビギ、いや、動くと危ないかもしれないです。いや、でも やるっすよ、やるっすけど。いやそんな状態で立った瞬間に左の背筋がビリビリビリってきたっす。なんで。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。なんで。腰痛いの。腰っす、左の。なんで。なんか専門家いないですか。専門家いないですか。それ肩じゃね。なんで。何したの。そうなんだ。いや、わかんないです。立ち上がった瞬間にガクってなったっす。お願いします。スタート。スタート。長い。腰低くすると一気にガクってくるんですよ。いや、マジか。なんでだ。これあれっすよね、なんかダラダラやってたらちゃんとやれよみたいな来るっすよね。全然ボクシングうまい。重っ。再スタートで。いきまーす。よーい。やべ。あれ、井上尚弥は。動かない。Ha ha 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 ha!
いや結構悔しいです。腰がキックでもやったってください。わかりました。バチッと目怖え。お願いします。おわ。腰じゃダメ。腰。左が使えない。左しか使ってないやおじい、おじい、おじい大丈夫？いや、マジか悔しいな。これ最後。え、延長いいですか？もう一回。延長やんの？いきます。よーい。おじいいよ、おじいいよ。頑張れ、頑張れ。いって。弱くなってる。ナイス。カン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 。あと10秒。おじおじ。お、大丈夫ですか？大丈夫ですか？デビュー戦が MMA デビュー戦がぎっくり腰。はい、いいの？よーい。バーン。ちょっと待って、全然延長。もう自分から倒れてるやん。今何もしてない。あと1分半。
痛いです。フルボッコやったな。強っ。腰が万全だったら余裕やった。そうなんです、実は。まあでも、夏に向けてどんどん強くなってくるね。なんか、必殺技的な。なんか。中二ミキはやっぱ、右ストレートとか左フックじゃない？ああ、そっち強いですか。強めなのは、あと当てやすい。たら連動できるし。どっちもいける。ストレートから左フックもいけるし、左フックも武器になるかと思います。ありがとうございます。あ、いつかあの戦えるよ。で、俺のチャンネルではちゃんとスパースタイル。そうですね、ちょっとあのマキさんの方ではまだ腰が健全な状態だったんで、そっちガチの方が見たい人、まず見たい人というか全員そっち見てください。はい。さすがにコメント欄でちゃんとやれよとか。いや、これはこれで面白かったです。めっちゃおもろいけど。俺こんなトラブル初めて。ありがとうございました。ありがとうございました。